could be。ついにね、そう完成しましたね。完成した、そうオリジナルテーブルです。完成しましたね。はい、こんな感じです。僕デザインワークスさんに頼んでオリジナルテーブル作ってもらいました。作るにあたってその木の一枚板から作っていった工程を撮らせていただいてますんで、もうね感動したんで、ほんまに一人の職人さんが木を切り出すところから作ってくれてるので見てみてください。VTR スタート。 The hill is near, let's get right up. Walk up to the very top. We couldn't tell the sky from the ground. I'm alive. We'll never be the same.
職人の技でしたよね。仕様をねちょっと紹介していきます。天板の部分が1枚板に見えて3枚重なってるんですよ。出来上がってきた時えって思って、継ぎ目もちゃんとこう見てくれて、ほんまに1枚板に見えるような揃え方にしてくださってるんです。それでこういうテーブルってみんなフラットバーナー つけたいじゃないですか。でもこうはめ込むタイプって両サイドにスライドして真ん中にはめ込むタイプ、はめ込むタイプって結構あるけど、ほとんどそれやもんな。うん、だいたいそれやって、いやそれじゃあオリジナリティをやっぱり出したいから、せっかく作るオリジナルテーブルやからってことで考えて作ったのがこれですよはい、こちらです。引き出しタイプです。これは全く見たことないアイディアじゃないですかね。で、一応ここにね足つけようと思ったんですけど、結構ほら強度があるからパンパンのお鍋乗っけても大丈夫。そう、全然 重さにも耐えれるし、だからもう振りこのまま出して入れる。なんかここのテーブルの上ってこうザッて避けんでもいいし、そのままの状態で引き出して料理して乗せていけるからめっちゃいい、便利やね。しかもここにちょっと小細工してくれて、これですか。はいはい、ここのねちょっとした溝にこうシェラカップをかけれるっていう、これちょっとしたこのねシェラカップかけるがね、料理してすぐこう入れるっていう、さすがですわ、さすが家具職人。どうでしたか皆さん、オリジナルテーブルもいいもんだと思います。これね家でも使えるんですよ、家具やね、一生もののオリジナルテーブル作ってみてはいかがでしょうかいやよかったですね、作ってよかった、ほんまに変わりますもんね、サイトが、うん、そう、いいテーブルできましたよ。ギアがね、少しずつ来るからですね、うん、ちょっとずつ黒増えてきたね。こうなんかあれも袖も黒やし、ニットも黒やし、あなんかサングラスもいかついね、サングラスも一生もんです、一生もんさんです。ちょっとね、インスタグラマーさんに憧れて買ってみましたけどどうでしょうか。気分はインスタグラマー気分はインスタグラマー。はい、では今回の動画はハートランド朝霧からお送りしました富士山楽しみます。バイバイ。